とピンクバットでもスリーランホームラン打てるわけ。サトテル本間頼む。追い込まれたし三振やな。テルのバットポッキーみたいやな。ええ風やん。もう少し落としたら振る。インローにスライダー決めれるかどうかかな。歩かされたら無得点やぞ。三振しそう。来た来た。うおお。すげえ球打ったな。ノーゲームやめてくれよ頼む。テル最高や。佐藤神。風向き逆。お前ら佐藤に謝らないといけないよね。神ってるやん。はい負け。これが打線の違いや。完璧な当たりや。あれで入んの。来た。これよこれ。コールドでええぞ。ほらなホームラン突き出してたんや。最高完璧。よっしゃここから試合成立させるために急げ。地味に覚醒しとるやんサトテル。これは内容のあるホームランやな。雨のちょっと帰れ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。